11月の経済、すぐわかるワンポイント講座、2ヶ月ぶりの開催となります。私は元経済財政政策担当大臣も務めておりました衆議院議員の古川元久です。先月は選挙のためにお休みとなりました。選挙の際には皆様にも大変お世話になりまして、どうもありがとうございました。今日12月になってしまいましたけども、先月の11月の経済をですね、政府の月例経済報告、そのデータをベースに、私が解説する、このワンポイント講座、今月の、11月のですね、ポイントをまず申し上げます。これ見えますでしょうか。川上インフレ、川下デフレと、今のですね、日本経済の状況は、今日もご説明しますけども、かなりですね、世界的な資源価格の高騰、原油なんかが象徴されますけども、が高騰して、資源価格、企業なんかのですね、物価はどんどんと上がってきています、仕入れ価格は。一方でですね、じゃあ、それをうまく小売段階で、転嫁できているかというと、少し上がっている部分もありますが、多くはですね、なかなかそれは転嫁ができないという状況になっております。その結果何が起きているかというと、残念ですね、企業の収益、コロナの、で大変大きく影響を受けてたのが、コロナも少し落ち着いてきて、企業収益、このところですね、特に製造業などはかなり回復してきてたんですけども、この企業収益をですね、今だんだん圧迫しつつある。これが今後設備投資に影響を与えたりとかですね、さまざまな影響を及ぼすんじゃないかというふうに懸念をされています。そういった意味で、今のこの日本経済の、状況での言うと、川上では、インフレが起きている。一方なかなか川下の方ではそれが転嫁できない、デフレートまでいかないかもしれませんけども、高価格が転嫁できないという状況があると。川上インフレ、川下デフレという言葉に直接できると思いますが、こうした状況がですね、今の日本経済の、ぜひ皆さんに覚えておいていただきたいワンポイント、キーワードであります。それでは皆さんとですね、資料を共有して、説明させていただきたいと思います。11月の月例経済報告はですね、25日に、関係閣僚会議が開かれまして、そこで使われた資料を別にしてですね、ご説明いたします。まず日本経済の基調判断でありますが、ここにありますように、景気は新型コロナウイルス感染症による厳しい状況が徐々に緩和されつつあるものの、引き続き持ち直しの動きに弱さが見られると。実は前の月からですね、表現がちょっと変わっております。持ち直しの動きが続いているものの、そのテンポが弱まっているという表現が少し変わりました。10月からは、しかしですね、この表現の変更で景気判断自体はですね、変わっていない。10月よりも悪くなったわけでも良くなったわけでもない。景気判断自体は変わっていないというところであります。今後の先行きについてはですね、そこの下線が引いてあるところ、供給面での制約や原材料価格の動向による下振れリスクと、原材料価格は先ほど申し上げたところでありますが、もう一つはですね、後ほどご説明もいたしますけれども、かなり今、供給が足らなくなっていると。供給がされないためにですね、需要があっても製造ができないという、そういうものが起きています。また供給が足らなくなっているために価格が上がっているという、川上デフレの一つの要因にもなっていると。そうしたものがですね、今後どう進むかによってというところがございますし、また感染症による内外経済の影響という話があります。今皆さんご存知のようにですね、オミクロン株という、ただ変異株のですね、世界一増えつつありますから、またこのですね、動向にもですね、よりますけれども、基本的な流れとしてはですね、コロナから少しずつ回復するという、ここの一番上のところの河川にありますような、経済社会活動が正常化に向かうという基本的な流れの中で、いくつかの困りつくようになって、それによってはですね、景気が下振れしていく、そうした牽制もあるというところであります。これが大きな見方であります。
で、ここの政策の基本的対談は、政府はこういうことをやりますということです。で、まあ、これはまた皆様関心ある方はですね、この資料は、内閣府のところにですね、月例経済報告というところを、にたどっていただければそこにありますね。また見ておいていただければと思います。それではデータをですね、見てご説明をさせていただきたいと思います。まず実質GDP の成長率でありますけれども、先日ですね、7、9月の実質GDP の成長率が出ましたけれども、この一番左のところを見ていただきますと、アメリカとかですね、ユーロ圏、ヨーロッパ等はですね、前期プラスというふうになっていますが、まあ、日本は前期マイナスということになりました。まあ、これはですね、欧米がですね、経済活動を元に戻して、まあ、それによってプラスになる中で、まあ、日本ではですね、まあ、9月まで緊急事態宣言というものが発令されていたこともありますし、また半導体の不足とかですね、東南アジアでコロナの感染が拡大して、部品がですね、供給されないということもあってですね、そういったこともあって日本のはマイナスになったと。で、真ん中のところですね、成長率の寄与度分析って見ていただきますと、やはり日本経済の一番最も成長のためのエンジンというのは個人消費なんですけれども、まあ、この個人消費が、ナヒチクはですね、マイナスになったというところでありますし、また言ってみればですね、経済成長の、まあ、クリーンナップ、まあ、4番は個人消費でありますけれども、もう一つ3番と5番を打つのは、まあ、3番が設備投資で、まあ、5番が輸出と言ってもいいかと思いますが、この設備投資、3番バッターの設備投資もマイナスと、で輸出もマイナスと、まあ、クリーンナップがみんなマイナスになって、しまったということがですね、この、まあ、前期マイナスになった、まあ、大きな要因であります。で、個人消費、まあ、1番の4番バッターのところを見てみますとですね、ここでありますように、黒い線の耐久財というのは、これ一番中心は自動車でありますが、まあ、これはですね、自動車は供給制約から、まあ、物が作れないから、まあ、売れないということであって、なかなかこれが伸びないということがあります。で、ここはですね、ごめんなさい、赤いやつですね、赤の耐久財ですね、これが大きく下がっているのはですね、この供給制約、自動車のが、まあ、需要があってもこの作れないので、売れないということで大きく減っているというところがあります。半耐久財です。これ衣類などでありますが、まあ、これも減っているのは、まあ、この夏がそんなに暑くなかったとかそういうこともありましてですね、減っているというところであります。で、まあ、サービス業は緊急事態宣言の影響もあって、まあ、相変わらずこう、まあ、なかなか伸びないという状況がある。まあ、そうした非耐久財というのはですね、中食などのこう、まあ、食品とかこう、まあ、うちで消費するものとか、まあ、そういうものであります。まあ、そういうものはですね、まあ、顕著であったというところであります。まあ、こうしたことからですね、まあ、なかなか消費も伸び悩んで、まあ、そうしたこともあって、まあ、マイナス成長になったというのが7、9月であります。で、次に個人消費をもうちょっと見ていきたいと思っています。で、個人消費については、消費についてはですね、消費者マインド、これは景気ウォッチャー調査というですね、景気がいいと、まあ、感じているか、あるいは景気が悪いと感じているかという、まあ、これ消費者マインド、この感覚、数字じゃなくて感覚でですね、景気がいいというふうに言った人から景気が悪いと言った人を引いた、まあ、これがですね、景気ウォッチャー調査というので、まあ、これが50を超えてくるとですね、まあ、景気がいいと思っている人が多いということがありますし、50をですね、切ってきますと、まあ、景気が悪いと思っている人が多いというところでありますけれども、まあ、これを見ていただきますとですね、感染者が数が減ったり、また緊急事態宣言が解除されたりしまして、消費者マインドはですね、まあ、50度を上回ってきておりますので、そういった意味では改善してきております。で、また下のですね、足元までの個人消費金額というところを見ていただきますと、この灰色のですね、まあ、シャドウの部分というのは、コロナ前のですね、大体3年間の平均の同じ時期のですね、
個人消費の額ですから、この、シャドウの下にあるとコロナ前の平均よりも、消費が落ち込んでいるということになりますし、シャドウの上に出てきますとですね、コロナ前を超えたということになるわけでありますが、ずっとですね、シャドウの下の方を、一番ずっとそこを沿うような形の個人消費だったんですが、11月に入ってきてですね、この、言ってみると、雲の上に出たような形になってきております。ですので、そういった意味ではですね、足元では個人消費は回復し始めているというところであります。ただ中身を見ていきますと、新車の方はですね、新車販売台数を見ていただきますと、これ3ヶ月平均でありますけれども、ずっとこう減っている、これは先ほどから繰り返し申し上げておりますように、売れないというよりもこう供給ができないんで売れないということであります。そのために新車の販売台数が減っているということで、一方 で、 ですね、宿泊施設の方はですね、これも2019年2020年とあります、2019年はまだコロナ前でありますから、足元を見ていただくとですね、この赤い線2021年はですね、ようやくコロナ前の水準まで戻ってきて、平年並みにまで戻ってきてまいりました。ただですね、近場のどうも宿泊旅行が多いという感じであります。これは愛知県なども、私地元である愛知県などもやっておりますが、県民割みたいな、そういうこうものもあってですね、近場でのこう人の動きは、宿泊などはこう動いているんですけれども、遠くに行くと、北海道だとか沖縄行くとかですね、そういう遠方の旅行はそんなに増えていないと。で、これについてはですね、来年になったら GoTo キャンペーンをまた再開するというお話が出ておりますので、今は近場に行っておいて、GoTo が再開したら、遠く行こうかみたいな、そういう GoTo 街のそういうのはあるんではないかというふうに見られております。で、足元のところのですね、個人消費で沈黙の様子を見てみますと、緊急事態宣言の解除に伴って食事会とか飲み会、そういうものがですね、急速に、増えてきているというところが見られます。で、次に輸出生産を見てみたと、輸出はですね、この後でもちょっとお話しますけれども、最近中国経済がですね、回復が鈍化をしてきております。そうしたことが主要な理由になりまして、アジア向けがちょっと弱くなっております。で、またやはりですね、この供給制約で自動車が作れないということで、自動車関連材なども減少しているところがあります。で、輸出量のところを地域別見ていただきますと、アメリカはですね、これアメリカが、10月は青いところでありますけれども、この中心が自動車でありまして、9月がこう減っているのはですね、アメリカは自動車が生産できないものですから、輸出もできないというので減ったというところでありまして、それは少し戻ってきておりますが、このアジアの部分ですね、この赤い部分、これやっぱり中国とかですね、他のアジア向けも含めまして、輸出がちょっと減っているというところがですね、あります。で、輸出量のところを見ていただきますとですね、自動車関連と、この資本材っていう部分ですね、これ資本材は隣にあります工作機械とかですね、そういう、ものを、いろいろなんですね、ものを作るための機械とかそういうものが中心なんですけども、これ実は中国が多いんですね。で、中国向けの輸出がですね、かなり減っているということが、この資本材の輸出が減っている、大きな理由にもなっております。そこの横のですね、資本材の一つであります工作機械の受注を見ていただきますと、青いのは国内はですね、そこそここの工作機械の受注はいいんですけれども、赤いところの中国が急速に、減っているというところとですね、その他アジアもこうちょっと弱くなっていると、こうしたことがですね、こうちょっとこの資本材の輸出を減らしているということがあります。工作機械の受注は今国内はいいんですが、ただちょっと今後ですね、国内、最初に申し上げました、川上インフレが続いている状況で、一方で、川下デフレでなかなかそう
仕入れのですね、コストアップを、なかなか転嫁できない。まあ、そのためにですね、だんだん収益環境が悪くなってきております。まあ、そうなりますとですね、今、まあ、これまでやろうと思っていた設備投資を引き換える動きが今後出てきて、まあ、そうなりますとですね、設備投資が予定していたものをやめるとなると、こうした工作機械の受注も今後国内も減ってくるんじゃないかと、まあ、そうしたこともですね、懸念をされております。で、次に企業収益の方に行きます。で、企業収益を見出すとですね、これは7、9月のところ、上場企業の経常利益を見ていただきますとですね、これも製造業、非製造業ともにですね、増えております。ただですね、これもですね、下のところの中小企業の利益動向を見ていただきますと、利益額が、まあ、増加したというところから減ったというところを引いた、この利益額 DI というのがですね、ここに来てマイナスになってきております。まあ、これはですね、まあ、そこの横のところ、まあ、ここが、まあ、今日の、キーワードで申し上げました川上デフレ、川上インフレ、川下デフレの、まあ、を象徴するようなのでありますけれども、仕入れ価格はですね、まあ、かなり上がってきておりますが、販売価格は、それほど、まあ、少し上がってますけども、それほど上がってないんですね。ですから、この差がどんどんと拡大をしている。まあ、これがですね、結局は、収益を減らすということにつながっております。そういった意味では、だんだんですね、この悪化、の状況になって、で疑似交易条件というところはですね、どれくらい価格転嫁が行われているかというところを見たものですけれども、これがずっとですね、交易条件が悪くなっているということは、なかなか価格転嫁ができない。結局その分だけ、収益をですね、減らしているという状況にあるということであります。で倒産件数については、まあ、ずっとこれ、いろんな支援をされておりますので、まあ、おおむね横ばいの状況で、あります。で、休廃業についてもですね、今のところは、まあ、コロナの状況の中では、比較的、まあ、これもいろんな支えがあるので、こういうかなり低い水準になっているというふうに思われますけども、まあ、それは昨年と変わらない状況になります。ただ中身で見ていくとですね、旅行とか関係とかホテルとか飲食、まあ、まあ、飲食がちょっと減りましたけれども、旅行とかホテルとかそういうところのですね、廃業、解散というものの、件数が増えております。やはりこの長引くコロナ禍でですね、まあ、頑張ってきたけども、もう耐えきれないと、まあ、そうしたところが出てきたんじゃないかというふうに見られております。で次に物価でありますけれども、これはですね、国内の商品はですね、これガソリンとか、まあ、様々なものがですね、国際的な資源価格が上がっております。まあ、そうしたものを背景にしましてですね、ずっとこう、一年して上がっております。また、そこにですね、円安傾向に今、為替も動いてますから、まあ、これもですね、加わって、さらに、この、まあ、海外から入ってくる、こう、多くの資源。まあ、日本の場合ではですね、資源の多くを、海外に移動しておりますので、その価格が上がると。という状況になっております。まあ、そのことはですね、国内企業物価指数で見ますと、これはもうですね、かなり、今年に入って、ずっとですね、上がってきておりまして、足元のところなんかですね、非常にこう、まあ、高い、物価の上昇を示しております。で、ここのところですね、ちょっと赤いところの鉄鋼とか非鉄金属、まあ、この辺りも、最近ですね、値段が、物価が上がってきてるんですけども、これはですね、中国の景気鈍化の一つの要因は、政策的に要因を言います。環境規制、まあ、温暖化対策とかそういうのでですね、電力を多く使うところの、産業、まあ、鉄鋼業なんかも電力を、大変多く使うんですけれども、そうしたところに対する規制なんかが厳しくなっていることによってですね、まあ、中国は今世界の鉄鋼生産の非常にこう、まあ、大きなところになっているんですけども、中国はの生産量が減っている、まあ、そのことによってですね、供給が減った、それがために価格が上昇すると、
まあ、そういうようなことも起きております。ですから、中国のですね、景気鈍化や生産の、縮小停滞というものがですね、この資源価格の上昇にもこう影響を与えている部分もあると言われます。消費者物価の等をところをですね、右上見ていただきますと、コアコアというのは食品とかエネルギーを除いたところではですね、まあ、ほぼ変わらない状況でありますが、総合というのはこれは、ところでいくとですね、エネルギー価格とかそういうのもありますから、やはりちょっとですね、物価が上がりつつあるというところで、あります。で、物価 の, ガソリンとかですね、こう最近は非常に上がってきておりますけれども、まあ、この動向を見ますとですね、実はこの電気代というのがあります。で、電気代というのはですね、今燃料代、皆さん、電気代とかガス代のですね、これだけですという、うちに送られてみますと、この燃料が上がるとですね、それに伴って、電気代とかガス代もですね、自動的に上がる、まあ、で燃料代が下がれば下がるという、そういう仕組みに今、電気代とかガス代になっておりまして、今、この上がっております原油価格の影響はですね、はい、まあ、今後、まあ、来年の2月3月ぐらいまでですね、影響を及ぼしてくれますので、電気代等はですね、これからもまた毎月少しずつ上がっていくということが、電気代とガス代ですね、まあ、想定をされます。まあ、そういった意味では物価上のところを見ますとですね、消費者物価全体として見ると横ばいというふうなんですけども、まあ、暮らしに関わるところではですね、まあ、物価が、価格が上がると。ですから、感覚的にはデフレというよりも、こう足元のところではですね、なんか物価も上がっているという感じがあって、まあ、こうしたことも心理的にはですね、消費を冷え込ませる、まあ、そうした要因になるのではないかというふうには懸念をされております。で、次に雇用の状況であります。まあ、雇用の状況はですね、まあ、ほぼ、横ばいで、推移をしています。で、今回ですね、ちょっとここのところに、下のところに雇用者数の推移というので、男女別雇用形態別というのですね、まあ、非正規と正規というのを見ますと、この、今年の第三四半期はですね、非正規が男女ともかなり減ってて、一方で正規の方が特に女子なんかで、かなり増えているというところがあります。やっぱり非正規でですね、部分っていうのので、ただですね、これ減った分が、非正規で減った分がそのままこの正規に、非正規にいた人たちがそのまま正規になったというわけではありません、必ずしも。まあ、もちろん一部はそういうところもあるんですけども、正規の方が増えているのはどういうところかというと、医療とかですね、介護、また情報通信という、そういう分野であります。まあ、こうした分野ではですね、正規の職員を増やすという傾向がありまして、まあ、そのやっぱ中心が女性ということもありましてですね、そこの分で正規のが増えているというところであります。で、一方ではこの非正規の減っているというのは、この宿泊とか飲食というところでありまして、まあ、この辺あたりはですね、まあ、そもそ も, もう仕事がないのでこう、まあ、減っているというところでありますので、まあ、必ずしもですね、この非正規が減って正規が増えているので、まあ、よかったよかったというわけではなくてですね、これ業種がちょっと違います。で、そこがうまくこの宿泊とか飲食で非正規で働いている人たちが医療とか情報通信とか、まあ、そういうふうに移っているというわけでもない。ですから人は違うんですけども、まあ、全体で見るとですね、まあ、そういう分野によって動きが出ているというところであります。で、ちょっとこれやっぱり懸念しなきゃいけないなと思ってるのはですね、真ん中のですね、1年以上の長期失業者数。ちなみに長期失業者っていうのはですね、定義は1年以上、まあ、失業している人を長期失業者というふうに言いますけれども、これがですね、やはりこの今年になりまして、じわじわとまあ増えてきております。で、特にやはりですね、まあ、男性のですね、まあ、が増えているところがありまして、まあ、この男性の、まあ、中に、まあ、多くの、まあ、典型的な例がですね、まあ、親と同居している独身男性と、
まあこういう人はですね、失業しても、ちょっとしばらくうちで、親と同居してるんで、なんとか食べていけるのかもしれませんが、そういうですね、親と同居している独身男性っていうのが、結構この中に含まれているというふうに見られて、おります。あとはですね、有効求人件数も少しずつ、戻ってきているような状況でありますし、また月間の現金給与も、若干でありますプラスと。で、実質総雇用者所得も、コロナ前水準というところで、この辺はあまりこう、前の10月とも変化がないという状況であります。で、次に世界の方に行きます。世界の方はですね、欧米は、最初にちょっと申し上げましたけれども、GDP は、プラス成長が継続をしております。で、ヨーロッパなどではですね、やっぱり移動制限の緩和等がありましてですね、あの辺は結構旅行とかですね、バカンスとかやっぱりそういうのがありますので、そういうものもあってですね、サービス消費が増加したりとかいうことで、欧米は、大体、経済がですね、回復、持ち直しという状況に、あります。ただ、その中でですね、懸念されておりますのが、欧米の消費者物価上昇率というところでありまして、アメリカはもう10月 6.2% の物価上昇、イギリスやユーロ圏はですね、4% を超えるような物価上昇というので、足元のところでですね、物価がですね、急速に上がっております。さまざまな理由がありますけれども、このまま物価の上昇、この物の値段が上がっているというのがありますが、同時にサービスの価格なんかもちょっと上がっていると。で、それはですね、サービス業もですね、サービス消費も急に戻ってきたんですけれども、一方でですね、そのサービス産業で働く人たちが、一回こういなくなって、で、増えてきた需要に追いつかなくて、で、その雇用を確保するためには、やはり給料も上げなきゃいけない、そのことがですね、サービス産業なんかのこの価格の上昇というふうになって、そうしたものですね、この物価上昇に拍車をかけているんじゃないかというふうに言われております。で、世界の財の貿易量なんかもですね、コロナ前の水準を超えております。そうした中でですね、この問題になっておりますのが、供給制約の一つがですね、ここね、アメリカの港湾で待機しているコンテナの割合というのがありますが、物流がですね、物流が非常にこう、滞留をしておりまして、コンテナなんかがですね、なかなか運ばれない。で、その大きな理由がですね、松田さん、この労働力、労働者がですね、不足をしておりまして、そのためにですね、コンテナがですね、なかなか運べない。そのことによってですね、これ今輸送費が、非常にこう高くなってきております。で、また輸送代が高くなっていることもですね、この輸出にとってはマイナスでありまして、この輸出が伸びなくなっている一つの理由とも言われておりまして、このようなです、物流のこの停滞というものもですね、ちょっと経済の足を引っ張っているというところであります。で、中国でありますが、中国はですね、これちょっと見ていただきますと、全体的な右肩下がりのような状況になっております。で、赤い自動車、これの自動車もですね、これ自動車の中国の生産もやはり、他の国と同じようにですね、供給制約等で、減っているというところもありますが、他のものもですね、軒並みですね、マイナスになってきております。で、今、中国ではですね、環境規制があって、そうしたことによって、先ほど申し上げたようにですね、電力消費産業、相当ですね、この生産を抑制をせざるを得ない状況も出てきておりますし、また不動産開発規制、もですね、ありまして、今、地価が下がったりとか、いろいろそういうですね、ことがあってですね、中国の経済はかなり急速に鈍化をしております。こうしたことがですね、
まあ、これ中国の景気の動向というのは世界経済にも大きな影響を与えますので、まあ、これはですね、まあ、今世界経済にもさまざまな影響を与えているというところであります。であとはですね、あと少し、ですが、まあ、輸出についてはですね、これは日本の輸出です、輸入でありますが、まあ、輸入はですね、これは少し弱むくんでおります。まあ、これは国内の経済の回復と同時にまたこの輸入も増えてくるところだと思いますけれども、まあ、まあ、徐々にというところでありますが、アジアなどのはですね、ちょっとまあ、伸び悩んでいる一つには、これは ASEAN などですね、感染が拡大をして、まあ、そもそも生産ができなくて、まあ、輸入もですね、日本輸入もなかなか伸びてこなかったと、まあ、そういうようなところがあります。家電の販売の方を見ますが、家電はですね、まあ、少しずつ持ち直しの動きが見られております。ただまあ結構特徴的な品目でというところもありましてですね、この緑の携帯電話なんていうのは、これはiPhone の新しい新型の機種が出たというところがこう、まあ、中心でありますし、またゲーム機本体というのは、これは任天堂スイッチのこれ新しいのが出た、まあ、こういうのがですね、こういう大きなウェイトを占めているというところであります。で、今住宅建設については、まあ、少しちょっとこう頭打ちのような状況もありますが、まあ、全体的にはまあ持ち直しの状況が続いているということであります。で、設備投資についてはですね、まあ、持ち直してきておりますが、ちょっとここに来てですね、頭打ちになりつつあります。これは先ほどから申し上げておりますように、企業収益がだんだん悪化しつつあると。で、まあ、今後もですね、悪化していくんではないかというふうに見られておりまして、まあ、そのことによってですね、設備投資を控える動きというものが、まあ、今後も出てくるんじゃないかと。まあ、そうしたことが懸念をされております。で、アメリカでありますが、まあ、アメリカはですね、まあ、景気は持ち直しの傾向が、続いて、ております。ただちょっとここだけ見るとですね、GDP の成長率が七九は急激にこうちょっと下がっているじゃないかというふうに思われるかもしれませんが、実はこれはですね、個人消費の多くの部分がかなりやっぱり自動車がありまして、アメリカ経済の中でですね、この GDP の中のこの大体自動車だけで 2% ぐらいの影響があるということでありまして、この自動車が先ほど申し上げておりますように生産ができないと供給制約でですね、生産ができないということで、まあ、買えないということでこれが減っている、まあ、ここが非常にこう大きなところでありまして、まあ、個人消費のところを見ていただいてもですね、自動車っていうのが大きく下がっております。左下のところですが、まあ、ですから他のものはですね、まあ、大体順調にこう、まあ、戻ってきたりとか、なっておりますので、このまあ自動車が、まあ、戻れば、まあ、アメリカの経済はですね、大丈夫ではないかというところは見られております。ただ先ほどから申し上げているようにちょっと物価の上昇がですね、まあ、かなり急激ですので、まあ、こうしたものがどういうふうに影響を与えていくかということは注意していかなければいけないというところであります。あと、まあ、この辺もですね、先ほどから物流の話をしておりますけれども、企業の入荷遅延というところを見ていただきますと、かなりですね、やっぱ入荷が遅延しているというところが、製造業、非製造業ともにやっぱ非常に高い水準なんですね。まあ、こうしたこともですね、まあ、物価の上昇には影響を与えているんじゃないかというふうに思います。で、まあ、こうした中でバイデン政権、さまざまな経済政策、をですね、打っていますから、ようやく国会が議会の方を通ったと、まあ、インフラ投資法については通りました。より良き再建法という、ビルドバックベーターアクトというのについては、まあ、先日、会員は可決をしたというような状況にあるというところであります。まあ、こうした政策の効果が、まあ、今後、どういう形で出てくるかということは、まあ、注視をしていかなければいけないだろうと思います。で、中国でありますが、ここは先ほどから申し上げておりますように、景気回復のテンポが、まあ、急速にですね、ちょっとこう鈍化をしておりまして、GDP の成長率を見ますと、第3四半期は 4.9% と、かなり下がっております。で、前期の成長率を見ていただきますと、この、四角の中にありますけれども、13でプラス 0.2、46で1、プラス 1.2、
市区でプラス 0.2 と、これ非常に低い水準であります。ですので、企業の景況感もマイナスにちょっと下がっているような、50を切ってきておりますし、また生産の方を見ていただいてもですね、ずっとこれですね、マイナスという方向に進んできております。コテーション形成、資本投資ですね、この辺もですね、先ほど申し上げました、不動産規制ともありまして、開発投資がマイナスになってきておりますし、インフラ投資もこう減ってきております。で、まあ、住宅価格についてもですね、下落をしておりまして、まあ、こういうですね、住宅価格が下落するというのは、まあ、中国近年ではこれ初めてのことであるようであります。ですので、こうしたですね、環境規制とか、不動産の投資の規制、まあ、こうしたもの、まあ、これはかなり中国はやっぱりこれ意図的にやっておりますので、まあ、今のこの中国のですね、経済の鈍化はかなり、まあ、政策的に意図的に、行われている、まあ、ですから、まあ、中国共産党政権は、まあ、ブレーキを踏んでいることによって、まあ、こういう状況になっているとも言えます。ですので、まあ、これがですね、まあ、うまくちゃんとマネージメントできるのか、あるいは、まあ、もっと加速してしまうのかというのはですね、なかなかこう先行きちょっと見通せないところであります。ですので、まあ、中国経済の今後についてはですね、まあ、要注意だというふうに思います。で、最後はユーロ圏であります。まあ、ユーロ圏はですね、まあ、持ち直しの傾向が、ついておりまして、まあ、特にですね、ユーロ圏主要国の GDP、基地区見ていただきますと、まあ、フランス、イタリア、スペインあたりというのは、これ、結構ですね、バカンス需要、サービスのですね、そういうところが大きいので、まあ、バカンスの時に人が動いた結果ですね、まあ、この辺は結構高い成長を実現できたと。まあ、一方で製造業中心のドイツはですね、やはり、生産制約要因、まあ、ドイツなんかやっぱり一番その影響を受けておりまして、まあ、そうしたこともあってですね、ドイツなどのこうちょっと成長率は低いという状況が出ているというところであります。以上、まあ、ちょっと駆け足でありましたけれども、11月のですね、月曜経済報告をですね、報告、解説をさせていただきました。最初に申し上げましたように、まあ、全体で見ますと、まあ、川上のインフレ、資源価格等がですね、非常に上がってきて、おります。まあ、それが物価の上昇に、まあ、他の国では、欧米ではつながっているんですけれども、まあ、日本の場合にはですね、なかなか川上がインフレが起きても、川下ではですね、デフレがの状況、まあ、デフレとまで言わなくても、なかなか価格が上げられない状況が続いておりますので、まあ、そうしたことがですね、日本の場合には、まあ、収益の悪化要因につながって、まあ、こうしたことがですね、設備投資の抑制や、まあ、そういうことにもつながりかねないと、まあ、そうした状況が今の日本経済の状況であるということであります。以上で私の解説を終わらせていただきたいと思います。どうもご清聴ありがとうございました。